クルスことこは、日本のアナウンサー、著作家、ジャーナリスト。本名、あわやことこ。旧姓、クルス。満州県出身。相模女子大学卒業。アナウンサーとしては、NHK と TBS で活躍。性質は澄んだアルトからソプラノ。幼少期から人前で話すのがとても好きで、帝国女子専門学校国文化の上級生に、 NHK のアナウンサーがいて、刺激になり、また、当時女性アナウンサーは少数で、収入も大変良いと聞いたので、自分もアナウンサーになることを決めた。しかし、収入の良さは、就職してから間違っていたことが分かったという。1942年、NHK の詩の朗読番組に、一般出演者に応募し合格。NHK の研究会に所属して勉強したのが、 マイクに向かった最初である。満州、安藤生まれであり、綺麗な標準語を覚えたかったという。1944年10月、NHK にアナウンサーとして入局する。その、クルスの美しい音調や抑揚は、生来のものばかりでなく、歌の朗読にも培われて、磨きがかけられたものだということがわかる。1945年、福音男子職員に職場を譲る。 要 NHK から求められて退職。この時には、女子職員の半数以上が退職。今ならそのような理由で退職することはないが、当時は真剣に考えられたことだった。終戦により、日本がどん底に突き落とされる。一方、新時代への芽生えが混乱の渦に育まれた時代でも、あったため、男子に職場を譲るための女性の退職は、日本に、 戦時体制思想が残っていたからだろうか。1946年春に結婚しその後子供を儲け、家庭の主婦として毎日を家事に追われる平穏な生活を送っていた。1948年に夫が渡米したがアメリカで発病しサナトリウムに入った。医療費とか経費を得るため辛いとは思いつつ深刻に悩むことなく、1949年に NHK に再入局。家計費は何とか足りても夫への送金には苦しみ、夫から古着を送ってもらって収入の足しにしたこともあったという。NHK に再入局後は秋山千恵子、高橋信子らを相手とする会議の進め方をはじめ、1950年のクラブ問題や公表につき、約3年間も続けられた。 女性教室等が代表的なものとなる。民間放送局が開局できると、クルスは活動範囲の広い TBS に1954年5月移籍する。その後、料理クラブの司会を担当する。教養番組が多かった。それまでと違う新しい趣の仕事にも積極的に取り組み、当時開始されたテレビ放送にも意欲的に取り組んだ。 1959年から1968年までポーラ夫人ニュースの司会を第1回から前回を担当。数多い時の人話題の人がクルスの巧みな話術にリードをされながら多くの事柄を電波に乗せて話した。落ち着いた物腰、福々しい丸顔に浮かべられる微笑、さりげなくそれでいて的確な司会ぶりやインタビュー、次々と繰り広げられる話題に、 視聴者は聞き足りぬ不満や、イライラさせられるもの足りなさもなく、快適な社会教室のひとときを楽しく過ごした。また、ラジオの女性ジャーナルでは、耳たぶに心地よい彼女の美しいソプラノが、時事の解説を明確に伝えた。TBS に、正社員に採用された後は、1964年3月、報道局ニュース部、1965年12月テレビ、 報道圏ニュース取材部、九百六十七年十月、報道局テレビ報道部にそれぞれ在籍し、九百六十七年十月三十一日には、吉田主芸国総中継を担当。九百六十八年九月一日に、テレビ報道部が解体され、機構改革と二百四十三人に、上る、大人事異動により、ポーラ夫人ニュース終了後の九百六十八年九月には、 調査局調査部に異動となり、アナウンス職を離れる。調査部在籍時には、社外モニター係で、モニターに番組の感想を書いてもらい、そのコピーを、それぞれの係に配布をしていた。在籍時の社報には、温和な風貌の中に秘めた当時と義教心は、社内外の女性の辛望を集め、良き相談相手として、毎日暴殺されている。と紹介されている。この間、 日本女性放送者懇談会会長等を務める。1979年2月に TBS を定年退職。TBS を定年退職後は著作家、ジャーナリストとして活動し、老人問題、女性問題や話し方についての各地での講演や執筆活動を行う。東京都品川老生協議会委員も歴任。ありがとうございます。